アレックスの体に付着していた血痕は本人のものではありません。彼女のものなんです。じゃあ自分が死ぬ前に陽子を殺したってことですか？中川さん、昨日あなたがアメリカ人夫婦の遺体と一緒に屋根裏部屋で発見した顎は彼女のものです。およそ2日か3日前に顎骨をもぎ取られてバラバラになったものと思われます。彼女は顎を失ったまま2日近くも生きてたってことになる。そうとしか考えようが。